が金があるぞ。おや、あ、はい。素晴らしいです。ほら、どこだ。すげえ。野田さん、野田さん、野田さん、わかると、そこでよ、仕上げてガーッと。ああ、いいじゃないですか。これが闇の三昧だ。おのおれをブロックしろ。味を入れる。辛いのか何よりだな。これはグレートサイヤ麺だ。サイヤ麺、はい、血を生みよ。マロニ TV セット始まったよ。今週は栃木のどこに行くんでしょうか。寒くなってきたから温泉かな。スキー場かもしれませんよ。ルリさん、どこ行くか知ってます？両方外れね。わかった、うちの餃子屋ですね。正解は茨城県久慈郡大子町よ。この番組土地テレですよね。おかしいですよ。地球の危機をサイヤ人が救ってるくらいおかしいよ。その例えはピンとこないけど、面白ければ何でもいいのに。それでは今週も VTR スタート。どら焼きを、いや、これ食えや。ちょうど一緒ちょうどか、そこじゃあな。どこ行ってん。かんぴょうめはめは。なんだこいつ、俺のドラゴンボール。さあ、今回も始まりましたマロニエール TVZ。 よいしょ。はい、いや、それにしても楽しみですね、今日は。あれ、ちょっと待って。はい、楽しみですね。おめえ何しれっといるんだ。何ですか。当たり前のようにいますけど。いますよ、当たり前のように。レギュラーですからね。前回よ、何ですか。そうだ、闇営業はどうした。闇じゃありませんよ。闇営業だろう。闇じゃありませんよ。もしくはハウスクリーニングだろう。違います。そうね、合ってる。正規の惑星の破壊をしてたんです。ちょうど重なったんです。ちょうど。あれ俺らの部下がよ、はい、そうですよ、めちゃくちゃに荒らして帰ったんだろう。それは申し訳ございませんね。ぶっ殺してやったからだ。エレガントもだ。フィゲズルシで出禁だ、来たもらわ。ザーボーさんの失態がね、ね、自分の口でも言ってましたけど、はい、レギュラーって言ってましたよね。そうそう、まあそうです。レギュラーを飛ばすってあるんですか。じゃあ1ヶ月もな。はい、そうだな。なかなか合わなかったんでしょ、そのスケジュール的なのが。そんなことあれ、だってベジタさん来てます。同じ事務所ですよね。同じ事務所ですよ。同じ事務所でも別の仕事でしょ。下間の方が給料安いだろう。そんなこと言うんじゃありませんよ。確かに部署違いますけど、担当部署が。じゃあ今回じゃあ復活したんか。じゃあ復活の F ということでね。復活の F です。なるほど、わかりました。じゃあまあね、今回もこのメンバーでいいだろう、お送りしましょうということで、今回ですね、なんと栃木県をちょっと飛び出しまして、茨城県にあります月町の滝というね、場所があるんですよ。月まろ、はい、月町です。この月町の滝はなんか、あの、恨みの滝とも言われてまして。なんだよ、茶臼の恨み。いや、恨み、その恨みじゃないんですよ。ありましたね。いや、滝の裏側に入れるんですって。何、ほうほう。で、あとね、蕎麦とかも美味しいところがあるらしいんで、はい、ちょっと皆さんで行ってみましょう。いいだろう。はい、じゃあ、行っちゃ行ってみっか。よし。なんかよ、うん、なんだ、めちゃくちゃいい匂いがすんな。いや、匂いな。なんだこのあたりは。おや、なんでしょうかこれは。月町の滝、開運の水。飲めます、飲めます。だって開運の水か。開運の水な。金だ、金があるぞ。おや、金だ。いや、ダメダメダメ、バチ当たりますからね、これダメですよ。ちゃんとお賽銭ですから。ちょっとこれ飲んでみません。これちょっと洗ってな、飲ましてもらうぞ。はい、なかなかね、超浸水、希釈で飲むことないと思いますけど。はい。いやいや、だから超浸水ね。ペイって言いましたけどね。いや、そんな速攻性ある。そんな速攻性あります。見た目あんま変わってないような気がしますけど。木だ、木が溢れてくる。いや、本当に。まあ、はい、普通の水だ。まあ、そうでしょうね。でもまあ一応海運の水ですから。なるほど、いいことあるんじゃないですか。行きましょうか。よし、フリーダ飲まずに行くぞ。ねえ、なんです。飲ませてください、私も。フリーダいいでしょ。なんでですか。さあ、見えてきました。あれか、立派なあれが月町の滝ですよ。ピッコロの滝じゃねえか。ピッコロ、はい、素晴らしいですね。ピッコロどこだ。ピッコロ修行してそうだけど、ピッコロな。ピッコロ、あ、こちらにいらっしゃるナメック星人。すごいすごい。じゃあ結構ちょっと滑りやすくなってるんで気をつけてください。滝の裏側っちゅうの。俺は滑ったことないからな。どういうことなんだ。いや、滑る違いですよ。そうだね、滝の裏側っちゅうの。あ、はい、おい、栽培マンが来たぞ。おい、栽培マンではない。行け、栽培マン。失礼なことを言う。これはこれは、あ、すいませんね。佐藤、行け。すいません。ね、高圧的に言わないで。え、これちょっと濡れちゃう。ちょっと危ない、怖いですね、これは。滑らないようにね。うわ、あ、だい、あ、野沢さん、野沢さん、野沢さん、アカロット、野沢さん、
ナイスナイスベジータ、貴様を助けたつもりはないツンデレ。確かにあのマイナスイオンすげえな。マイナスイオンな、すごいですね。これはあすごいすごい、かなり涼しいぞ。これはこれは修行にいいですね。これはすごいですよ、ね、じゃあフリーダなんです、どっち浴びるんだ。なんでですか私浴び、私大変ですよこれ。2つあるぞ。滝行だろう。いやいや滝行 どれにします。4ヶ月間やるんだろう。いや嫌ですよ。あそこでよ口開けてガーッと飲めないじゃん。いいじゃないか、かなりのパワーアップができる。そんなことないです、そんなシーンないです。相当パワーがね注入されますよ。すげえな。いやね、なかなかないよこんな景色。ピッコロが気に入るのも分かるけど。分かるな。あこれあいつずっと目つぶってこうやってるだけなの。何もしてないから浮いてな、目つぶってるだけなの。トレーニングをね。さあということで月町の滝にありますもみじ園さんにやってまいりました。なるほど、よいしょ。すぐ近くにあるわけだな。そうですね。そこはですね、なんか昭和59年に喫茶店としてスタートされたらしいんですけど。なるほど、まあ、現在は本当全国の蕎麦屋を研究に研究した店主自慢の蕎麦が食べられるところで。なるほど、お蕎麦屋さんなんですね。シェルみたいなやつだ、はい、でいろいろねそのメニューありますんで、はい、なんかちょっと頼みましょう。なるほど、うん、はい、じゃあブレンドコーヒーを1つ。いや蕎麦食え、蕎麦、蕎麦を食いなさい。蕎麦、あと団子もね美味しいんですね。団子もあんの、はい、団子な。ほらじゃあやっぱ盛り蕎麦かな。あ盛り蕎麦ね、うん、盛り蕎麦。じゃあこの聞いたことないね、この闇戸三昧蕎麦とかやつ。おお、闇戸三昧蕎麦。そうだ、私開運団子にしますのかな。あなた団子いきます。うん、じゃあ私もこちら滝見団子。お滝見団子、これをねいただきましょう。さあ来ましたね。よーし、ようやくと。はい、いただきます。いただきましょうかね。じゃあ野田さんからいきますか。はい、うん、シンプルな、シンプルなね、そばだろ。はい、またね、はい、滝を見ながらね食べれるっていうね。ああ、うん、贅沢ですよ。いただきます。あーいい音、うん、お、どうした、うん、なんだ、うん、うめー出ました、いつものうめー。食べるな貴様。お風のね、はい、うん、うわ、つゆの出汁すごいね。あーそう、やっぱ匂いがしてるからな。いや、そう、ずっとねするんですよね、うん、ここね、うん、コシもあるし、うまい、はい、よし、俺も食ってやるじゃないか。はい、ベジタさんも見てみろこれ、はい、これが闇戸三昧だ、ね、うん、その三昧、ね、その三昧三昧違いだから3種類ございます、ね、トロロに、ナメコに、酸性もあるからな。酸菜ね、酸性。ベジータ悟空なまでおかしい。酸性もかけて、たっぷりとつゆをかけて、うんうん、あ、美味しそうね。はい、もう全部これな、うん、パウズ山で採れた、うん、いやそうなの、酸菜が。で、これがアジスタの、アジスタの、アジスタの食べれるんだ。ナメック製、ナメック製のね、はい、あ、もうしっかり味が、お、うん、歯ごたえもいい、味ついてる、うん、あ、ちょっと麺もいただいてやろう。蕎麦の味が口の中に広がる、うん、これはグレートサイヤメンだ。サイヤメン僕ですか。貴様ではない、野沢さんではない。ああ完璧だな、これグレートサイヤメンって。サイヤメンだご飯の声で。ああ、はい、いやでも美味しそうですね。でもね、うまいぞこれは。研究ね重ねてますから。私もこれ、うん、こちらね開運団子でございます。何、はい、はい、これ開運団子、匂いは危ない。何がかかってんだこれ、くるみか、なんだ、あー美味しい。これくるみですね。くるみ、くるみやん、うん、くるみやんですね。いや甘いの、甘いんだ。あのね甘いんだけど、そこまで甘すぎずめちゃめちゃ控えめで上品な味。めっちゃうまいこれ。ほうほう、団子自体はどうなんだ。団子自体も弾力あって食べ応えもあるし、めちゃめちゃ美味しい。これそう、うん、本当に疑うなんて。なんだ貴様じゃあベジタさんも、あ、フレタさんも、あ素晴らしいですね、はい、やっと集めてくれましたよ、うん、さあ、いやいやドラゴンボールじゃないから1個多いから。何、ではいただきましょう不安なのか貴様いただきますね。結構硬そうな感じの見た目だな。や焼き団子、うん、この俺を黒星にしろ。7個になった。味を言えた。味よ。何回ドラゴンボール下りやんの、うん、この弾力、うんうん、超質ラバーの戦闘力と同じぐらいの弾力ですね。食べ物じゃないから超質ラバー。味を言えた。甘いのか辛いのか弾力じゃなくて、あれですよ、なんか味を言え、こうな醤油のですね、うん、風味がですね鼻にスーッと
出てきてですね、まあ、出てくんの？なんで出てくるの？入ってくるの？なんでお前が出すの？風味が出てきてですね、カレーの中こう一回こう醤油がこう、はい、うん、醤油が、醤油が、はい、なんでこんなとこまで行くんだ。何がです、なんでこんなとこまで行くんだ。初めての体験できますんでぜひ。いや無理やり締めた、はい、茨城県にも面白そうなところありますね。お蕎麦やお団子も美味しそうだったね。栃木県も負けてられないですよ。よし、もっともっと私たちもアピールしなきゃね。それにしても復活のフリーザは復活した意味あったのかしら。あったよ、ちゃんと見てた。見てたけど、滝行った時に濡れないように尻尾を腰に巻いてるの。燃えたよ。いや、どこ見てるのよ。宇宙の帝王に燃えを感じてるの。野々花さんくらいですよ。マイナス4、マイナス4な。売り込め、売り込めじゃない、こんなとこにいたのか。ちっちゃい、だとしたらちっちゃいよ。ちょっと松茸狩りに来たと思ったらこんなとこに。今回ですね、なんと、はい、栃木県をちょっと飛び出しまして、茨城県にあります。栃木県はもうねえか、はい、いや、あるんです。